健康一滴、勝利の道筋あるならば、それに我が命をかけよう。ありがとね、アポリトアーティ。引き受けた。了解了解。うん。クラゲチラ。ここだ。クラゲ。決めさせてもらう。引き受けた。了解了解。引き受けた。くらえ。押し潰す。捕らえた。どれほどのものか。まだまだ。引き受けた。了解了解。引き受けた。捕らえた。くらえ。はあ。決めさせてもらう。うん、引き受けた。了解了解。クラゲちゃん、クラゲ押し潰す。どれほどのものか。まだまだ。ありがとね。紡ぐ。これだ。これは僕の選択だ。了解了解。うん。栄光と勝利のために我が意図よ、導きたまえ。アリアドネ、アポリトアーディス、撃ち取った。捕らえた。押し潰す。どれほどのものか。なんとかなったか。さて、どうしようか。召喚に応じ参上したセイバーテセウス。うん、僕はそれなりに何でもこなせるよ。さあ、何からやってみようか。筋力が増してきているのかな。これ以上肉がついたらオリオンみたいになるのだけど。
ガントレットを装着したよ。なかなかにいい感じだ。腕が斬撃に耐えられるだけで戦術は大幅に変わるものだからね。次を楽しみに待つといい。後悔はさせないよ。これは戦利品というよりは遺品だね。僕が使う権利があるのかと悩みもしたけれど、本人に聞いた限りでは別にいいらしい。考えすぎだったのかな。アステリオスのことを忘れることはないよ。永遠にね。ああ、虹が出ているのか。美しいね、世界は。僕は思っていたんだ。英雄の条件とはどれだけ世界が美しく思える人間を増やせるのかじゃないかって。でも増やすためには世界を美しく思えない人間を切り捨てる必要があった。僕はアステリオスに世界を美しく見てほしかった。今その願いが叶っている。だから泣いているのさ。